運転手さんなんですけど、今回はこのフィギュアにしました。これだったらもう絶対落ちないだろうと。はい、だいぶいろいろついて、なんか足りないの。今回ですね、このビール運ばないといけないじゃないですか。1本、2本、3本。いや、重いな。もう全然ラジコンの大丈夫かなこれ。こんにちは、レイトです。今回の動画はこの C44 リアタイム、こちらの制作の続きの動画になります。C44 はまあキットのみの販売なんで、プロポセットが別で必要になったりとか、あとは全部、もちろんあのキットなんで全部自分で組み立てないといけなかったりとか、まあいろいろ大変なところがあったりはするんですけど、その分ですね、作りがい、あとはいじりがいですね、もあると思いますので、まあその作例という感じで、この C44 ですね、動画にさせていただいてるんですけれども、今回の動画で、その3になります。その1では、この荷台ですね。この荷台を作って、で、その2では、このテールランプですね。このテールランプ。配線今こんな感じになってますけど、このテールランプを作ってっていうのをやったんですけど、まだ見てないよという方はですね、ぜひそちらも見てみてください。では今回はですね、見ての通り結構バラバラの状態ではあるんですが、小物パーツなんかももう一通りですね、塗装なんか済ませて、ここからもろもろ組み分けていけば、忘れているところが、まあ、なければなんですけど、もう完成できそうな状態なので、今回の動画はもうその3完成編っていう感じでですね、各所を、こんな感じしましたっていうようなところを紹介させていただきながら、組み立てて完成させていきたいと思います。あとその前におさらいと言いますか、今回のこの車体を何のために作っているかっていうのを、お伝えしておきたいんですが、これですね、結構前から次回ラジコンキャンプに行ったらみんなでこんな遊びをする予定ですって言ってた3つの競技なんですけど、一番上のやつ C44 トレイル、まあ C44 縛りで参加者それぞれ思い思いのマシンを作り上げて、それを使ってトレイルをしましょうという遊びです。トレイルっていうのははっきりとした定義みたいのは、まあ、多分ないと思うんですけど、うちの場合はですね、ある程度行き先を決めてみんなでそこを目指してのんびり一緒に走りましょうっていう感じです。まあ本当に楽しそうな場所を見つけて、そこをですね、ゆるーくお散歩するみたいな、みんなで一緒に走ろうぜみたいな、そんなイメージですね。なので下の2つ、キャップアタックとかアスレチックチャレンジに比べると全然競技性みたいなのはもうないに等しいっていう感じですね。なので走破性みたいなのをあまりこう意識せずに、もうかなり見た目に振った感じで、見た目重視で好きな車を作れるっていう楽しみがありますね。はい、というわけで今回こちらですね、トレイルマシンに仕上げるっていうのを前提に作っているんですけれども、ここからいろいろですね組み上げて、多分完成するんで、完成を目指して組み上げていきたいと思います。前回からちょっと進めたところとしてあるのがヘッドライトなんですけど、ヘッドライトの方も電飾を施しました。こんな感じで、まあ、やっぱり古い車なんで、それっぽくなるように電球色の LED をですね入れました。で、リアですね、リアのこの配線、この配線が来ていて、リアのこのライトをつけるようにしているっていう風に、今回はですねしています。一応ここつないでみると、こんな感じでリアが4灯光るようになってますと、まあ、この辺は前回やったところですね。で、今回ちょっと進めていきたいなっていうのが、まずシートですね、ずっとつけてなかったんですけど、このシートが、まあ、もちろん他と同じようにここだけ浮いてしまわないように適当に横し塗装をしてます。まあそんなに外から見えないんで本当にかなり適当なんですけど、シートはここですね、ここに取り付けて、で、こっちが運転手さんなんですけど、今回はこのフィギュアにしました。で、このフィギュアなんですけど、ここ両面テープで付けて乗せてたりしてたんですけど、結構やっぱり走ってるうちに砂を噛んできちゃったりとかして、もうそのうちポロって取れちゃうんですよ。なのでもう今回ですねこの結束バンドで止めてみましたこれだったらもう絶対落ちないだろうと。
いうことで、結束バンドでこんな感じで、ちょっと一周足りなかったんで2本で止めてますけど、こんな感じで、まあ外からちょっと車内を覗き込んだぐらいだったら、まあ、シートベルトに見えるかなみたいな感じで、そんなにおかしくないかなっていうので、またちょっとここは変えるかもしれないですけど、今回はとりあえずこの結束バンドタイラップで止めた状態で、組んでみようと思います。じゃあこれが運転席ですね。こんな感じ？こういうことですよね。はい、結構ぴったり収まりますね。このフィギュアはスケールが、まあ大体14分の1が多分一番正確なところなんですけど、一応この C44、C34 系には、そんなに違和感なく、こうフィットする感じですね。じゃあ続いてガラス類ですね。ガラス類をつけていきたいと思います。ガラス類もこんな感じで、ここもやっぱり変に浮いてしまわないように、それなりに汚し塗装を、それぞれですね、してあります。これを取り付けていきます。はい、ガラス類が全部つきました。OK ですね。で、屋根ですね。屋根をつけて、で、今度はドアノブですね。ドアノブをつけて、ドアノブは今回はですね、もともと黒い色なんですけど、ちょっと車体の雰囲気に合わせてメッキっぽく見えるようなシルバーですね。で、塗ってみました。ちなみに他の動画でも言ってるんですけど、この C34 とか C44 のこのドアノブですね、片側にこうつけようとしてつけにくかったら反対側につけてください。一応左右があるんで、こう左右間違った状態でつけようとすると全然つかないんで、全然つかないよという時はちょっと反対側につけるっていうのを試してみていただくといいかなと思います。で、こっち側もつけて、あとワイパーですね。ワイパーも今回こんな感じでサビサビにしてあります。このアンテナもそうですね、同じ感じでちょっとサビサビの感じに汚し塗装をしてあります。で、エンブレムつけて、で、これですね、ウィンカーですね。ウィンカーを、これ結構奥まで刺しとかないとすぐ取れちゃうんですよね。はい、だいぶいろいろついて、なんか足りないの、ミラーですね。ミラーもささっとって感じですけど、こんな感じで汚してあります。はい、これで前の部分が全部、そうですね、全部つきました。で、いよいよ荷台なんですけど、あ、そうだ、ちょっと見えるうちに、この、今回ですね、下回りっていうんですかね、この下の部分、この辺を、結構汚し塗装しました。やっぱり上が働く車で古びた感じで作ったので、この裏側ですね、裏側をもう組み立てた後に、そのまんまエアブラシでこう気になるところ、黒いところ、黒くしたいところをもう組み上げた後にシューッと塗って、例えばこのプロペラシャフトとかもそうですし、あとここの足のリンクですね、ここも本当は金属のピカピカした金属の色なんですけど、この辺ももう黒く塗ってしまって、で、サビがちょっとあるような感じに、こういうところですね、こう汚したりして、古い感じになるようにっていうので、シャーシの方もですね、今回塗ってみました。この辺なんかですね、こう見ていただくと、まだ1回も走らせてない状態の車体なんですけど、結構古びた雰囲気になってるんじゃないかなと思います。じゃあ、荷台を取り付けていきます。
これですね、このコネクターで電源を、テールランプの電源を取りつつ、はい、こんな感じで取り付けて、ちょっと今回忘れ物ないなと思ってたんですけど、やっぱりありましたね。ここですね。ここをテールランプ用の配線が結構目立つんで、スペアタイヤを今回普通につけて隠すようにしようと思ってたんですけど、このスペアタイヤのホイールを塗るのを忘れてたんで、とりあえずちょっとこれで見えないんで、このままでもいいと思うんですけど、スペアタイヤですね。スペアタイヤを、本当は、こんな感じに塗って、こう、つけたかったんですけど、忘れてたんで、ちょっと今回は、一旦、こんな感じで、しておきます。あ、そうだ。ごめんなさい。ちょっと戻ります。これつけちゃったら、見れなくなっちゃうんで、もう一回外しますね。今回ですね、この、ビール運ばないといけないじゃないですか。で、1本ぐらいだったら全然平気だったんですけど、今回荷台が4本乗せれるんで、ちょっと4本乗せると、前回の動画で、ん？前々回かな？前回か前々回の動画でお見せしたんですけど、これ4本乗せると、これが底付きしちゃうんですよ。サスが。で、それをですね、もう、強制的にこれ以上下がらないようにするっていうので、もちろん、走破性とか、通常の性能を考えたら全然良くないことなんですけど、ここにですね、今回はもう苦肉の策って感じなんですけど、こんな感じで、ここにですね、殻を入れました。こんな感じで。で、もうこれ以上ストロークしないようにっていう風に、もうこれで無理やり制限して、これが確か4ミリか5ミリぐらいあるんですけど、これを入れることによっても途中までしかストロークしないっていう風にしてしまいました。まあ、これ、最初に説明したようにトレイル用の車なので、もう走破性能云々っていうよりは、もう見た目重視ですね。で、今回は、そのビールを運ぶ働く車っていう感じで作っているので、もうそこに全てをかけるっていう感じで、ここのストローク量減っちゃうんですけど、そうすると、走りにはあんまり良くないんですけど、ビールを乗せた時にですね、こう、異常に後ろが沈み込んでしまうっていうのがないようにしました。はい。あとは、ここの線ですね。ここがちょっと変な場所に来ちゃってるんで、整えて、こんな感じでいいかな。そうですね。これで変な風に垂れてきたりしないと思うんで、これで、あとネジ止めか。ボディをしっかりネジ止めして、はい。これで OK かな？そうですね。ライトもちゃんと、フロントもつくし、リアもつくし、大丈夫ですね。で、これさっき、このサスですね。サスのストローク制限。リアだけですけどね。もちろんリアしかしてないんですけど、これをしているので、このビールのこの缶ですね。これ実際に乗せてみるんですけど、1本、2本、3本、4本と。これ制限する前はもうめちゃめちゃ沈んでたんですけど、まあ、許容の範囲内かなっていうぐらいに、こんな感じですね。もうこれ、そこついてますけどね。これはもう、バネを強くしてもちょっともう全然無理かなっていう感じだったんで、もうこの底付きした状態で、まあ、4本運ぶって滅多にないと思うんですけど、基本2本ぐらいでいいと思うんですよ。こんな感じで。こんな感じで。基本2本、2本運ぶみたいな感じでいいと思うんですけど、まあ一応、最大積載は4本。完全に過積載ですけど、4本まで詰めると。いや、重いな。もう全然ラジコンの、この、4本積んだ状態で、いつもラジコン持つ感覚で持つと、めちゃくちゃ重いですね。大丈夫かなこれ。まあ、皆さん、こんなビール運ぶ車作るとかってないと思うんですけど、ちょっと、もちろんこれは自己責任でやってるものなんで、これもしかしたら、しばらく走ってるうちに、どこか全然壊れる可能性は
ありそうですね。すんごい重いです。はい、というわけでここ最近ずっと作っていたこの C44 トレイル用のですねマシンが一応完成しました。ちょっとまだやり残しが、さっきのあのスペアタイヤとかですね、若干あるんですけど、一旦これでですね完成かなというところまで来ました。でずっと行く行くって言ってて全然行けてないあのキャンプロケがですね、ちょっとまた先週も延期になっちゃったんで、天気悪くてでまあ今時期も時期なんで、9月って結構天気悪い日多いじゃないですか。しょうがないなっていう感じなんですけど、実は明日ですね、明日キャンプではないんですけど、日帰りで、まあ多分天気大丈夫そうなんで、車内でですね、4人のメンバーでロケに行く予定があるので、ちょっとそこでですねこれをまた、シェイクダウン、初めて走らせるっていうのをして、どんなもんかなっていうのを見つつですね、どこか不具合が出るかもしれないんで、そしたらまたちょっと改良してですね、実際のキャンプの時には、故障なく稼働できるように、調整できればなというふうに思ってます。はい、では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。